こんにちは。国立天文台の本間でございます。今ご紹介に預かりまして、今日は非常にこういう機会を与えていただいてですね、私も大変楽しみにしております。本当に土曜日日曜日の今日日曜日ですね、お忙しい中お集まりいただいてありがとうございます。で、今日は光科学ということで、光をテーマにかなり分野が違う、かなりというか全然というべきかもしれませんが、私を含めて3件の講演があって、実はこの後の講演僕自身もすごい楽しみにしていてですね、いろんな科学の最先端の話が聞けるので、そういう意味で皆さんも光、僕は実は電波なんですけども、こういうものを使って科学者が何をしているかっていうのを、触れていただければというふうに思っております。で、私はですね、銀河系の地図を作るっていうタイトルで、もうここに大体この1枚目のスライドに私が話すべきことが、大体集約されているんですけど、まず映っているものが何か分かりますよね。まず右側にドカンと映っているのが電波望遠鏡でございます。これを使って僕たちは宇宙を観測する、天文学者なので宇宙の研究をしているわけです。で、光って言ったのに電波じゃないかって、実は光と電波って同じものなんですけど、後でちょっとご説明申し上げます。で、それから写真の左側見ていただくと、ちょっと映りが厳しいかな、ぼんやりと天の川が映っているのが分かりますかね。左上から斜めにこう降りていくような感じですけども、実はあれが僕たちの研究対象、天の川あるいは銀河系とも言いますけども、この地図を作る天の川の謎に挑んでいる、この電波望遠鏡を使ってということでありますので、こんなような話を今日させていただきたいと思っております。そうは言ってもまず自己紹介ごく簡単にですけども、すでにご紹介いただいたのでほとんど必要ないんですが、本間丸樹という名前でございます。で、国立天文台、国 の研究機関なんですが、そこの水沢 VLBI 観測所というところで今勤めていると。で、水沢というのはどこかなんですけども、岩手県でございます。水沢の観測所に行かれた方、行ったことがある方いないですよね。はい、ぜひ皆さん岩手ご旅行の際は寄っていただければと思いますが、岩手県のですね、県南、どちらかといえば南の方です。宮城県を過ぎてすぐ、今奥州市というんですけども、昔は水沢市といったんですが、平成の大合併で奥州市というふうになっております。昔の名前で水沢が使われている。で、 VLBI が何かはこれからご説明します。春になるとこうやって桜が綺麗なところでありまして、この建物ですね、3階建ての建物で研究が行われていると。で、私今ここの研究所の所長ということで、いろんな悪く言えば雑用係なんですけども、いろいろやっておるということであります。で、一応水沢がどんなところか簡単にですね、写真を持ってきたんですけども、まず左、これ電波望遠鏡ですね。僕たちが使っている電波望遠鏡も本当に商売道具であります。で、それ以外にですね、実はちょっと古風な建物が映ってますね。左ちょっと読みづらいですが、木村記念館と書いてあってですね、これはもともとこの水沢の観測所が1899年に建設されております。今からもうほとんど120年前ですけども、井戸観測所っていう研究所だったんです。井戸っていうのは経度、井戸の井戸ですね。水を汲む井戸じゃなくてですね、地球の要するに南北の方向、北緯南度というものをちゃんと測定する、そのために星を使って観測する観測所だったんですけども、その初代の建物です。で、木村っていうのは初代の所長が木村久志っていうものだったので、その人が発見した Z 光っていうものを検証して、こういう当時の建物がそのまま残っている。こちらは2代目の建物ですね。大正時代の建物なんですが、今欧州宇宙医学館といって、ちょっとした地元の方に、宇宙を伝える科学館として開館されてますので、ぜひ皆さん欧州に岩手のお越しの方は見ていただければと思います。あとこちらにはですね、スパコン、アテルイっていう名前がついてるんですけど、アテルイ皆さんご存知ですか？歴史が好きな方は、アテルイって聞いたことあるかもしれませんけども、平安時代ですね、この岩手県のあたりは恵比寿っていう人々が治めてたんですけども、そのリーダーです。で、京都の朝廷からやってきた坂上の田村麻呂という人と戦って、地元を守ろうとする、そういう地元の英雄から名前がついております。はい、こんなものが 今の水沢にはあるということでございます。今日ですけども、越境する光科学ということで3件、ここに、私を含めてですね、
講演があるので、最初に少しだけ光の話を多分しないと、僕の話もそうですけど、残りのお二方のお話も、少しだけ、説明を入れた方が分かりやすいと思ったので光の話を持ってきますけども、私は天文学、光、電波なんですが、厳密に言えば電波なんですが、宇宙を観測する。で、新先生は生命科学ですね、光合成ということで、これは生物にとって非常に重要なものですけども、それが、解明されようとして、そういう研究をされているわけです。で、3番目、小川先生は医療ということで、光を使ってがんの治療ですね、これは大変私たちにも、重要な、人の命に関わる非常に素晴らしい研究成果を後で聞かせていただけるのではないかというふうに楽しみにしております。はい、光が何か、一応最初にですね、イントロなんですけども、光っていうのは難しい言葉で言うと、電磁波であります。電磁波、お手元のパンフレットの中にですね、実は2年前の国際光年というもののパンフレットが入っていて、そこに光とは何か、光がどういう歴史を経て、光の正体が明らかになってきたか、実はもう何百年もですね、人間は光の研究をしています。で、そういう中で、光というのは電磁波である。電磁波というのは電波と磁場が、波として伝わる、そういう現象ですね、であるということが分かっているんですが、実はこれ非常に不思議なことにですね、光の非常に面白い性質として、あるいは電磁波の面白い性質として、波である、波であるのは当たり前です、電磁波なので。で、ところが波でありながら実は粒子でもある。我々光子と呼んだり、フォトンであったり、フォトンという呼び方をしたりするんですけど、これ普通の人の常識からすると明らかにおかしなことを言っているように聞こえると思うんですけど、実は我々の世界、ミクロな世界に行くと、全てのものは波であり粒子であるんです。なので、光もその例に違えずに波でもあるし粒子でもある。波って、こんな感じですね。これ例えば電解でも磁界でもいいんですけど、進行方向に、プラスになったりマイナスになったりしながら伝わっていく。海の波でも同じものですけども、そういうものとして考えていただければいいんですが、一方で光っていうのは実はこういう粒子、粒々の粒子なので数えることができるわけですね。こういう非常に相反する性質を持っている。で、僕は実は電波天文学なので、この波としての性質、こういう、電波磁場が振動するという性質を使って宇宙を観測しています。で、おそらくこの後の講演っていうのは多分こっちの光の粒子の性質の方が重要で、光の粒子がエネルギーを持っている、あるいは特定の性質を持っている、そういうのを使って、世の中の役に立つ研究をされているんだと思いますけども、私はどちらかというとこちらの波の話をしたいと思います。粒子であることの方が多分皆さんにとっては身近で、一番分かりやすいのはデジカメですよね。デジカメで写真撮るときは当然光を粒子として検出して、それで絵ができているということになろうかと思います。で、光と電波、一応その関係をですね、少しだけ一言だけ整理しておくんですけども、先ほど申し上げた通り、光というのは、電磁波の一種である。で、実は電波も電磁波の一種であると。同じものです。同じものなんですが、唯一波長が違います。波長っていうのは、さっきご説明した波としての性質ですね。波として、見たときに、この山と山、次のこの山から次の山、この山と山の間隔を波長と呼びます。で、この長さが非常に短いのが光、だいたい 0.5 ミクロンぐらいですけども、本当に人間の目には見えないぐらい小さな、非常に短い波長を持っているわけですけども、それが光であって、一方で電波っていうのは非常に波長が長いです。僕らが使っている電波はだいたいこれが1センチとか1ミリとか、もっと長いものになるとメートル波とかっていうのがあります。ですので、電磁波をですね、これ横軸波長です。で、実はいろんなものが電磁波として知られていて、それを全部ひとまとめに変えた、ちょっと難しい図なんですが、ここに波長1ミクロンという場所がありますね。で、だいたい1ミクロンちょっと短いところ、 0.5 ミクロン帯が可視光線、これが僕たちが普段目にしている光、電磁波の一部になります。で、波長はこれ1ミリですね、1センチ、それからここ1メートル、この辺が普段私たちが電波として使っているもの、
もちろん皆さんの携帯電話をお持ちですよね。これ電波を使って通信している。それからテレビラジオ、まあ、普段我々の電波を使わずにも生きていくのは難しいぐらい非常に便利なものとして使っているわけですけれども、まあ、光も電波も電磁波であるというふうにご理解いただければと思います。でもっと上のこっちの波長の短い方に行くとですね、 X 線だとかガンマ線だとかあって、 X 線というのはだいたい1オングストロームぐらいの非常に短な短い波長の電磁波になります。レントゲン写真皆さん撮りますよね、健康診断の時、あれは X 線です。で要するに何でもかんでも全部電磁波なんです。で電磁波で、まあ、人によって可視光線を使って研究したり、僕たちは電波を使って観測したり、ということであります。でなんですけど、まあ、一言だけ余計なことを言っておくと、なんで人間はじゃあこの可視光線を使っているのか、これすごい不思議ですよね。別になんでこれだけいろんな波長の電磁波がある中で我々の目ってのは電波を見ることができないし、 X 線も見ることができない、どういうわけだかこの可視光線を選んでそれを受けて周りの情報を得ている。これは実は非常に単純でありまして、私たちが住んでいる地球で、地球の源、エネルギーの源ってのは太陽ですよね。で太陽っていうのは実は、まあ、いろんな電磁波を出しているわけですけども、その中で可視光線が一番強いんです。これは太陽の温度で決まります。太陽がだいたい6000度で輝いているので、それで可視光線が一番出ます。でそのために私たちの目、あるいは生物ですね、どんな生物もだいたい可視光線に感度を持った目が発達して、まあ多分これは太陽系の中に私たちが誕生して自然の摂理の中でこういうふうに進化してきたんだろうと思われますけども、まあそれは余談であります。以上が光がとか電波が何かということを、まあざっと説明申し上げたんですけども、であとはもう本当に僕たちはこの電波を使って宇宙をどういうふうに理解しようとしているかということになるんですが、まず VLBI、 こういう謎なキーワードが最初から出てきたんです。僕の所属が水沢 VLBI 観測所なんですけども、それが何かを簡単にご説明したいと思います。専門用語です。ベリーロングベースラインインターフェロメトリーといって、でこの VLBI 頭文字を取ってきたものですが、日本語に無理やり直すと超長期線電波干渉系、まあ難しいちょっと堅苦しい言葉ですけども、まあ、電波が出てくるので、あと電波干渉系ですね。電波干渉系って何かっていうと、ここに僕たちが使っているベラの例がありますが、電波望遠鏡を何台も並べてですね、それを組み合わせて使う観測方法のことです。でこの望遠鏡と望遠鏡を結ぶ間隔が、まあ、我々基線と呼ぶわけですけども、その基線が非常に長いものが、まあ、超長期線の干渉系ということになります。でここをよく見ていただくと分かるんですが、これ背景に日本列島の地図が書いてありますね。これは僕たちの水沢にある電波望遠鏡20メートル、それから鹿児島県にも同じものがあります。東京の小笠原村父島、それから沖縄県の石垣島、これを全部4台組み合わせると日本列島をすっぽり覆うようなですね、直径2000キロの電波望遠鏡を合成することができる、まあ、これがこういう手法が VLBI です。望遠鏡を大きくすれば大きくするほど嬉しいというのはなんとなく分かりますよね。後で説明するんですけども、視力が非常に上がります。水沢、僕たちのグループがやっているこの電波望遠鏡、他にですね、これは今僕らが日本で運用しているベラっていう望遠鏡です。後で説明します。今日これが中心なんですけども、さらに日本と韓国で結びつけた、カバと呼んでるんですけど、KVN& ベラアレイ、こういうものも日韓でやってます。こっちは東アジアですね。日本があって韓国があって中国ですね。もう本当中国、韓国、それから最近はタイにもですね、新しい望遠鏡が作られようという動きがあって、こういうものを重ね、組み合わせて、イーストアジアン VLBI ネットワーク EAVN と我々呼んでますけども、こういうものを今運用しようとしていると。でもう一個、これ EHT、 今日の最後にちょこっとだけ出てくるんですが、ブラックホールを見るプロジェクトで、本当に一番でっかい望遠鏡を作りたい、視力が一番高い望遠鏡を作ろうと思うと、地球規模で協力して VLBI をやる、こういうことによって、まあ、ブラックホールがもうすぐ見えてくるんではないかと、まあ、こんなような研究をしております。研究対象ということで、まあ、今日は天の川銀河ですね、僕たちが住んでいる天の川
皆さん天の川見たことありますかね。東京の方はなかなか天の川非常に難しいので、なかなかチャンスがないかもしれませんけど、これ夏の夜空を全天映るような非常に特殊なカメラで見たものですけども、ここに白い帯状のまさに川のようにですね、星が群れをなしているのが分かる。これ実は僕たちが住んでいる銀河系です。この辺ですね、これをまあ私たちは見ていると。で、僕はまさにこの銀河系の研究、天の川の研究をしています。でなんでそれ知りたいかって言ったら、実はよく分からないから。これは僕たちが今住んでいる現在の銀河系の姿を模式図で描いたものです。この右側ですね、非常にいい加減な絵なんですけど、まあ、星がですね渦巻き状に集まっていて、中心が一番濃い。で太陽系っていうのは天の川の中心から、まあ2万光年とか2万数千光年離れたところにあるというふうに考えられています。上から見るとこういう丸いちょっと渦巻きがあって、横から見るとこういう平べったい形をしている。まあ、そういうふうに言われているわけです。でこれはちょっと別の銀河ですけど、 M63 ですか。これは天の川銀河とは別の銀河を写真に撮ったものです。で、まあ、やっぱり渦巻き状に星が集まっていて、だいたい星がですね数千億個、2000億とか3000億とか、まあ、そういうふうに言われますけど、そういう数が集まって銀河ができている。でこれは他の銀河です。こういう写真って皆さん多分天体写真が好きな方はいっぱい見たことがあって、アンドロメダ星雲だとかもしかしたら聞いたことがあるかもしれませんが、まあそういう銀河写真本当はたくさんあるんですけど、これ我々の銀河系の写真、そういう写真じゃないんですね。だからこれはまさにこう非常にいい加減な想像図になっているわけですけど、まあこれはもう皆さん一目瞭然ですよね。私たちの銀河っていうのは私たちがその中にいるので、実はその外から見たような写真を撮っていることはできないんです。木を見て森を見ずっていうことわざがありますけども、まさにそういう状況で、実は私たちの銀河がどういう姿をしているかっていうのがよく分かってない。まあ形だけじゃなくて本当にいろんな謎があってですね、まあちょっとだけここにまとめたものは、現在我々がどれぐらいのことを銀河系について知っていて、何が謎として残されている。で何が謎として残されているから、まあ、僕たちはいろいろ研究をしたいということになるわけですが、まあさっき申し上げた通り非常に大雑把にですね、広がりあるいは形状、これは分かってます。円盤型である、星が集まっている渦巻きである、大きさもだいたい差し渡しで10万光年ぐらいというふうに言われています。でも、詳しいことはよく分からない。例えばこれ天の川と別の銀河の写真ですけど、まあ、タイプがいくつか、いろんな種類の銀河があります。これ普通の渦巻き星雲、こっちは真ん中に棒みたいな構造を持った棒渦巻き星雲。実はこのどっちか、天の川銀河どっちの部類かって、これもわからないんですね。おそらく今の学説ではこっち右側の棒渦巻き銀河が優勢ということになっておりますけども、まあ、それも含めてちゃんと理解したい。この渦巻きの形ももちろんよく分かっておりません。でそれから、実はですね、謎の物質、暗黒物質っていうものが大量にあると。これ現在の物理学あるいは天文学の非常に大きな謎で、ものがあることは分かるんですけども、なんだか分からない。でそれがどこにどれぐらいあるかもちゃんと分からない。で銀河系の中にあることは分かってるんですけども、それをちゃんと測定すること、これが僕らのベラにとって非常に重要な課題です。でそれはちゃんと測定することっていうのは、その次にその正体が何かを当然調べたいんですけども、まあ、何かこの暗黒物質が何かを知りたかったら、まずどこにどれぐらいあるかということをちゃんと押さえなければいけないので、この暗黒物質を調べるということも僕たちの非常に重要なテーマになっております。でそれから銀河系の真ん中ですね、どの銀河もこの一番銀河の真ん中の星が一番集まっているところに、実は巨大ブラックホールっていうのを持っているというふうに言われています。で銀河系の真ん中にもおそらくブラックホールがあるということは、まあ、ほぼ間違いないんですけども、それが本当にブラックホールかということを確認する研究もやろうとしているということになります。まあそういうことで僕たちが今やっている研究をざっと紹介したいと思うんですが、これはベラの望遠鏡ですね。さっきも出てきましたけど、水沢、小笠原、鹿児島、石垣島で、これを組み合わせて、この20メートルの電波望遠鏡を組み合わせて直径2000キロの望遠鏡を作ると、視力がですね10万、これ皆さんの視力検査で片目つぶってやるやつですね、
1とか 1.5 とかって、あの大体人間は人間の目ですと大体1とか2ぐらいが最大なんですけども、それで10万ぐらいの望遠鏡、非常に高い精度を出すことができます。でそれを使ってこういうふうに天の川、これは石垣島のアンテナ写真ですけど、まさに天の川を見上げている様子になります。これを使ってですね、僕たちは銀河系の地図を作ると言っているんですけど、つまり測量です。銀河系の中の天体、まあ、電波を強く出す星を1年かかって、まあ、ずっと測定して、その位置の変化を非常に精密に測ることによってですね、天体の距離を測ることができます。まあ、非常にいい加減な模式図がここに書いてあるんですが、太陽がありまして、地球が1年かけて公転している。そうすると春に星を見た時と秋に星を見た時で、星の電波がやってくる向きってほんの少し変わるんですね。これ人間の目には分からないんです。人間の目には分からないぐらい小さい角度ですけど、さっき言った視力10万の望遠鏡で星の位置をちゃんと測り続けると精密にその位置を出すことができるということで、まあ、僕らがやっているこのベラの観測っていうのは実は分度器ですね。分度器で星の電波がどっちから入ってくるか、こっちから入ってくるのか、そっちから入ってくるのかっていうのを非常に精密に測っている。これが分度器であります。で、どれぐらいすごい分度器かっていうと、だいたいその精度でですね、4億分の1度が測れる。さっき の見せた分度器の1メモリってだいたい1度なんですけど、一番外側の。それを4億等分したぐらいの、角度を測っている。で、まあ、どれぐらいが、それがどれぐらいの角度かっていうのを体験してもらうためにこれ模式図持ってきたんですけど、月の上に人が立っていて1円玉を持っているとします。でそれは地球から見ます。でそうするとその月の上に置いてある1円玉の上の端と下の端ってのは当然ほんの少しだけ角度が変わりますよね。この角度がだいたい4億分の1度なんで、まあそれぐらいのものが、見えるっていうか位置の動きが分かる、それぐらいの精度で位置が測れるっていうのが僕たちの望遠鏡になります。実際にどんなことをするかですけど、これはオリオン座ですね。皆さん星座知ってる、まあ、有名な星座なんでご存知だと思いますけど、オリオンの三つ星があって、ここにですねオリオン星雲っていう若い星が生まれてる天体があります。まあ、こんな形で鳥のなんか羽を広げた鳥の姿に例えられるんですけど、この中に非常に強い電波を出す、まあ、若い星があるんですが、それを2年間かけてですね、その動きを測ったものです。これ非常に専門的な図で見にくいんですけど、横軸が時間になってます。2年間かけてこのオリオン座の真ん中にある星が、オリオン星の真ん中にある星が東西方向にどういうふうに動いたかっていうものを示してあって、ここに1年周期でこう波打って動いていくのが分かると思いますが、これが先ほど申し上げた三角測量、1年かけて星が移動する、これを測ったものです。でこの波打っていくこの、まあ、三角関数、数学的にはそう呼ばれますけれども、その振幅から、星の距離を精密に求めることができる。でこの天体はだいたい1560光年というふうに、求まるわけです。で、あとこれ全体的にこう右上に動いているのはですね、これは、星が、東に向かって動いているということを示しているわけで、実は、2年間かけてこの星がどっちの方向に動いているかということも分かります。こういうことを組み合わせて、あとはもう同じことをですね、たくさんの星にやっていくと天の川の、まあ、いろんな様子が見えてくる。少しだけ紹介しますが、これは先ほど の、まあ、三角測量の測定をたくさんの星について、測定したものです。これちょっと古い結果、5年前の結果なので、星がまだ50個しかないんですけど、太陽系があって、これ銀河系の中心ですね。でこの辺の星をだいたい1万光年とか2万光年ぐらいまで離れてるんですけども、先ほど言ったように距離を精密に測り、それから運動が出ます。でそうすると太陽系に対してそれぞれの星がですね、どういうふうに動いているか、これが、まあ、見て取れる。これ全部測定結果ですね。こういうことが本当に、もう望遠鏡で分かるような時代になってきて、これつまり天の川が流れているということを示しています。まあ、天の川ってのはその川に例えて昔の人、古代の人がつけた名前ですけど、実は古代の人が想像してた通りですね、川なので流れているんです。でこの川の流れは何かって言ったら、銀河がぐるぐる回ってる、銀河の回転が捉えられてるわけですね。で皆さん多分勘のいい人はもうこの矢印の向きが変わっていることから、
回転の真ん中って多分この辺にあるだろうと、このちょっと下あたりですね、来るだろうということが想像できるわけです。で、この回転の精密なですね、これちょっと専門的になりますけども、例えばその回転の中心がどこか、我々の太陽系から回転中心までの距離がいくらか、あるいは太陽系が銀河系の中をどういうふうにどれぐらいの速さで回転しているかということを私たちは今まさに決めようとしている、まあ、かなり決まってきたんですけども、で特にですね、この銀河系の回転の速さ、一周、こうぐるぐる回っているこの速さなんですけど、だいたい今毎秒 240km、毎秒ですよ、時速じゃなくて秒速なんですけども、ですからこれ新幹線のだいたい3600倍ぐらいの速さなんですけど、そういう速さで回転していると。で、今まで言われていた値よりもちょっと大きいということが僕たちの観測結果から分かってきて、実はさっき最初に出てきた銀河系の質量ですね、暗黒物質っていう謎の物質がたくさんありますということが言われてきたんですけど、それが実は思っていたよりも多いというようなことが分かり始めてきています。具体的には回転速度が今まで言われてきたよりも 10% 増える、でその結果銀河系が 20% 今まで思っていたよりも重いと。で、見えてる星の数はもちろん変わらないので、増える分は見えない天体、暗黒物質であろうということになるわけです。これ5年前に記者発表した時のニュースですね。天の川銀は2割重かった、ちょっと古くて申し訳ないですけども、まあ、要するに天の川 の重さを測ってですね、ちゃんと測ってみたら思っているよりも重かったということが、まあ、分かってきていると。これは岩手の地元紙なんですけど、岩手日日新聞さんって一面トップで取り上げていただいて、まあ、こんなふうにですね、天の川の重さを測っていると。でさっきは5年前の結果なんで、実はもっと観測天体が増えていて、もうちょっと増えすぎちゃって見にくくなって申し訳ないんですけど、天の川の中心があって太陽系がこの辺にあって、これ全部点と矢印がたくさん書いてあります。で、今もう150個を超える結果が日本とアメリカの協力で出ていて、こういうふうに渦巻きに沿ってですね、こう星が密集していて、この渦巻きの様子、渦巻きの運動なんかもかなり見えてきているというのが現在非常に面白いところ。まあ、今日はちょっと時間がないのでそこまで喋れませんけど、それ以外にこれは銀河系の回転速度ですね。さっき 240km 前で回っていると言いましたけど、銀河系の中心からどれだけ離れてもですね、この辺近い場所でも遠い場所でもだいたい 240km で回っている、まあ、こんなようなことも分かってきて、これも暗黒物質がどこにあるかっていうのを調べる上で非常に重要な情報になっています。はい、時間がなくなってきたので最後に少しだけ銀河中心のブラックホールの話をして終わりますが、まあ僕らは銀河系の地図を作ると言ってきて、まあこの辺銀河系の円盤がどうなっているか今調べている話をしたんですが、最後このピンポイントで銀河系の真ん中に注目して、そこに何があるかっていうのを今調べようとして、これ射手座の写真ですね。射手座が写っていて天の川がこういうふうに流れているんですけど、この真ん中星がちょっと見にくい、あまりこう見えないところなんですけど、ここが天の川の中心になります。でここに巨大ブラックホールが隠れているというのが今もう、ほとんど間違いないということになっていて、先ほどの領域を非常に、深くですね、赤外線で写真を撮るとこんな感じで星がたくさん写ります。でこの一番中心を10年かけてムービーにしたのが右図なんですけども、よく見てください。この辺の星だけが動いているのが分かりますでしょうか。今ちょっと巻き戻ったんですけども、これ周りの星はほとんど動かないんです。だけどこの真ん中の星だけが動いていく。ということはこの星々を引っ張る重力源、非常に重い重力源がここに隠れていると。しかもその重力源はここに映ってないですよね。で、この測定から実はこの何も映ってないところに太陽400万個分の天体が隠れているということが分かっています。なので実は僕たちはそれを写真に撮りたいということで、ブラックホール、これ想像図なんですけども、真ん中に黒い穴があってガス円盤がこうガスを巻き込みながら落ちていって一部がジェットとして出ていく、これ想像図です。このジェットが飛んでる様子は実際別の天体でこういうふうに見られてるんですけど、これをこのブラックホールの真ん中をですね、こういうふうに非常に高い分解能で写真に撮ると、ブラックホールが本当に光を出さない天体として影が映るはずだ。これが今期待している想像図です。で、これをやるために実は僕たち電波の観測をしていて、これ
これですね、さっき最初にちょこっと出てきたイベントホライズンテレスコープというこのブラックホール撮像を目的にした望遠鏡で、地球規模、チリのアルマとかですね、ハワイ、アメリカ、ヨーロッパ、果ては南極の望遠鏡も組み合わせて観測を行ったというのが現状であります。で、実は今日はまだお見せできる結果がないので、まあ、まさに今これ鋭意データと格闘中なんですけども、まあ、おそらく来年の春から夏ぐらいにかけて、この結果ですね、本当ブラックホールが黒い影として見えるかどうかについてもお知らせできるんではないかと思っております。まあ、ということで大体時間になりましたので、まあ、僕は電波を使って宇宙銀河系の謎を明らかにすべく研究しているということで、まあ、今後ともですね、電波もまあ光のまあ似たものというか、まあ、同じ電磁波ですので、それが解き明かす宇宙の姿に期待いただければと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。